二コ市立テイ小学校は岩手県二戸市石切り所にある公立小学校。1877年に当時の二戸郡石切所村全域を学区として開校した。その後、本校所在地の移転や文教場の設置、統合、穴牛地区の福岡小学校学区への編入、かつて二た鳥小学校の学区だった相川地区の編入などを経て現在に至る。 クラブ活動として、マーチングバンドの活動が積極的に行われており、市内各地の夏祭りや秋祭りには、その地区の通りを演奏しながら更新する児童の姿が見られる。東北大会にも幾度と出場しており、2009年には大阪城ホールにて行われた第28回、全日本小学校バンドフェスティバル全国大会で、金賞受賞を果たすなど、 実力的にも高く評価されている。また、石切署ファルコンズと大村ストーンボーイズの二つの野球スポーツ少年団が同校学区内にあり、その活動は盛んである。2011年には保健活動での文部科学大臣賞を受賞。後に児童の歯磨きに対しての意識向上と虫歯予防を狙いとした釈吹クタイムを始めるなど保健活動に対して熱心な学校。 2013年現在、岩手県立森岡三宅支援学校に古文教室の小学部が併設されている。同校の学区全域がニ個私立福岡中学校の学区となっていることもあり、卒業生はほぼ全員が福岡中学校へと進学する。登校は集団登校である。各地域に登校班が編成されており、学校へ登校する際は集団で移動する。また、 そのつながりから子供も会も同時に設置され、配品回収や地域の祭り、行事に貢献している。ありがとうございます。